こんにちは、歴史家の濱田光一郎です。今日は木曽義仲はなぜ源義経に敗れたのかというテーマで話していきます。寿永2年1183年、うる10月、源頼朝の命を受けた義経は伊勢の国まで進軍していました。当時の貴族九条兼実の日記玉葉には、この時の義経の軍勢をわずかに500騎と書いています。今から木曽義仲を討伐するにしては明らかに少ない人数ですよね。しかし玉葉にはわずか500騎の文に続いて次のような文章があるんです。その他伊勢の国人など多く愛従うと云々、また泉の神信兼同じく持って合力すと、つまり義経の軍勢は少ないが彼に加勢する伊勢の豪族が多くいたと言うんです。ちなみに泉の神信兼というのは平の信兼のことなんですね。伊勢平氏の出身でした。平氏であったんですが、信兼は平家の都置きに際してもそれには従わず京都から伊勢に戻っていたんです。ちなみにこの平の信兼というのは頼朝が挙兵した時に最初に攻めて殺した山木兼隆のお父さんにあたります。山木兼隆はこのお父さんの信兼の訴えによって伊豆に流罪になっていますので、親子仲は良くなかったと推測されます。まあ、それはさておいて、兵士である信兼であっても源義経に加勢したということは源平合戦という内乱が源氏対兵士という単純な構図図式でないことを理解させてくれます。兵士であってもその時々の情勢などに応じて源氏に味方をする者もいたということです。で、義経はなぜ義仲に勝てたのかという理由の一つは義経の軍勢に伊勢の豪族、さらには伊賀の豪族までもが加勢したこともあると思います。そして義経の軍勢ばかりでなく兄源頼頼の軍勢も美濃から近江に向かっていたことも少人数の義経軍にとっては心強い援軍だったでしょう。一方木曽義仲の軍勢はこの時1000騎余りだったと言われます。さらにこの時には叔父の源行家はじめ多くの者が義仲軍から離反離脱していました。叔父の行家は河内の国で反旗を翻したので、義仲は家臣の樋口兼光を打っ手に使わすなどしているんです。そのため軍勢を割かねばならず、義仲の本軍はさらに弱体化したと言えます。弱体化する義仲軍に比べて義経の軍勢は膨らむ一方で、平家物語によると2万5千の軍勢にまでなったとのこと。とはいえ、まあこの軍記物は軍勢数は膨大に古代に書くことが多いので、さすがに2万5千の軍勢ではなかったでしょう。まあ、しかし、まあ、数千騎義仲軍を超えるくらいの軍勢にはなっていたと思われます。こういった軍勢の差が義仲が敗れ義経が戦に勝利した大きな要因だったと思います。1184年の正月20日、宇治川の合戦、義経は宇治川の防衛ラインを突破して義仲軍は敗走します。範頼の軍勢も近江の瀬田の防衛線を突破、義仲は北陸に逃れようとしたと言いますが、近江の国の阿波津において戦死してしまいます。義仲31歳でした。さあ今日は木曽義仲はなぜ義経に敗れたかというテーマで話してきましたが、その根本の理由は義仲軍の弱体化と義経軍の
強大化にあることを見てきました。それでは歴史家の濱田晃一郎でした。